です。今日はですね、スキルバトル講座、こちらをやっていこうかなと思います。そもそも、スキルバトルっていうのは、自分のキャラクターのレベルを上げて、で、かつ、自分に合ったアイテムを装備して、まあ、対戦していくっていうゲームなんですけど、今回はですね、初心者の方でも、どなたでも、できる、効率のいいレベルの上げ方と、効率のいいね、アイテムの集め方、こちらを3選、ちょっと解説をね、やっていこうかなと思います。で、まあ、早速、一つ目からなんですけど、どこをまず周回すればいいのか、どこのね、面を周回すればいいのかで、かなりね、悩んでる方多いと思うんですが、こちらはね、6の8がおすすめとなっております。まあ、今はね、ちょっとスクエアスパターン級して倒れてると思うんですけど、ちょっとね、今も自分もね、周回してる最中でして、この6の8のスクエアスをおすすめします。まあ、これがね、なぜかって言いますと、まあ、今ちょっと、早速、ミッションがね、出てきてしまったんですが、こちらが、2つ目となっております。まずね、どのミッションの時に、周回すればいいのか。こちらもなんですが、ちょっともう一回見てみましょうか。これリトライですね。一度に何々ダメージを与えるっていうのと、アイテムカードレベルプラス1。こちらのミッションが来た時に、周回するのが、最速ですね。なんでこのミッションかって言いますと、この今自分が使ってるキャラクター、3キャラクターいるんですけど、このキャラクターは、誰でも、初心者の方でも 100% パーフェクトクリアが取れる編成となっておりますんで、まずパーフェクトクリアを取れれば、一度にこの151以上のダメージを確定で当たることができますし、かつアイテムカードレベルプラス1、こちらのミッションだと、アイテムレベルが、10のアイテムレベルのカードを、ゲットすることができますんで、こちらの2つの、ミッションが重なった時に周回するのが一番おすすめですね。じゃあちょっと早速、ちょっと3戦目先ほどね、言ってしまったんですが、キャラクターの編成ですね。どんなキャラクターをまあ使えばいいのかは、もうちょっと先ほど言ってしまったんですが、自分は X と、T とサタン。このね、3キャラクターをおすすめします。なんでね、この3キャラクター、まあおすすめする方にね、もうちょっと、もう早まってね、先ほど解説しちゃったんですけどね。確定で、もう初心者の方でも誰でも確定で 100% パーフェクトクリアがね、ちょっとね、取れる編成となっておりますんで、ちょっとね、どういう風にパーフェクトクリアを取っていくのか、ちょっとね、こちらの解説を、しっかりね、やっていこうかなと思います。まずはね、ちょっと解説なんでゆっくりやっていきますね。で、早速このパターンなんですけど、このパターンは、基本的には、オレンジ色のエルミノと、青色のジェミノと、紫色のティーミノ、この3パターンのミノが、2個目までに来ている場合の時は、1つ目のパターン。まあ、2つのスキルですね。2つのスキルを使えば最速でやることができるんですけど、ちょっと今みたいに、この大ミノとアイミノみたいな感じの、パターンが来てしまった時は、サタンのスキル。サタンのスキルを使うことによって、最速で攻略することができるんで、ちょっと次からしっかりとやっていきますね。そうですね、この場合ですね、この場合のパターンは、2つ目にエルミノが来ているんで、ホールドをして、エルミノをこの向きで右向きにやって、このまま垂直落下させます。垂直落下させた瞬間に X のスキルを使って、そのまま T のスキルを使うことによって、パーフェクトクリアで一撃で最速で相手を倒すことができると。まずこれが、1つ目のパターンですね。ちょっと、いろんなパターンがあるんで、いろんなパターンって言っても、その、二つのパターンしかないんですけど、いろんなね、ミノのパターンがあるんで、しっかりとね、いろいろ解説していこうかなと思います。で、このパターンですね。このパターンの場合は、エルミノ、ジェイミノ、ティーミノのパターンが来てないので、これ2回分ハードドロップさせます。2回分ハードドロップさせてから、サタンのスキル。狙い撃ちですね。狙い撃ちのサタンのスキルを使った後に、ティーミノに切り替えて、これもティーミノを右向きですね。ティーミノを右向きに切り替えた瞬間に、この設置させる瞬間に X のスキルと T のスキルを使うことによって、最速で、パーフェクトクリアで一撃で倒すことができます。これが2つ目のパターンですね。この1つ目のパターンと、2つ目のパターンを駆使することによって、もう本当に最速で、確定で 100% パーフェクトクリアを取れて、もう初心者の方でもね、どなたでも最速で周回することができるんで、非常におすすめの構成となっております。ちょっとどんどんやっていきますか。そうですね、このパターンも、Z ミノの赤色と、S ミノの緑色のミノと、O ミノの黄色のミノが来てるんで、これは3回分ハードドロップさせます。3回分ハードドロップさせて、
このサタンの狙い撃ちのスキルで6ライン消去で、全部一掃してからティームの先ほどと同様ですね、ティームの右向きに設置させる瞬間に X のスキルを使った後にティームのスキルを使ってパーフェクトクリアと、まあ、今ねかなりゆっくりやってるんでちょっと19秒ほどかかってしまってるんですが、これをね最速でやることによってもうどんなに長引いても8秒以内には周回することは可能ですね。でちょっとまだ一つやってないパターンがジェイミノかな、このそうですね今ちょうど来たんですけど、ジェイミノのパターンは、これ左向きです。左向きにしてこのまま垂直クラッカーさせて X のスキルを使った後に T のスキルを使うことによってパーフェクトクリアで一撃で倒すことができると。このパターンですね、まあ、今紹介したパターンのすべてを、ちゃんと覚えることによってもう本当に誰でもね簡単にクリアすること、もう周回することが可能なので、ちょっとじゃあここからはね最速で自分がいつも周回してる最速のパターンでやっていこうかなと思います。そうですね、これはティーミノのパターンなんで1回ホールドしてからもう最速でやって X から T と、これも大体5秒くらいで終わるんで5秒かかりませんでしたね。 4.75 秒で終わったんで、でここで絶対に気をつけなきゃいけないのがこの次にスモを押さないことですね。この次にスモを押してしまうとまたね一度に何々ダメージを与えるとか、そのアイテムカードレベルプラス1のミッションが来るまでステージセレクトをねこの周回して押していかなきゃいけないんで、ここで必ずこの次にスモを押さずにリトライをね押して周回するようにしてください。ここ本当に気をつけなきゃいけないところですね。でこの、Z ミノ S ミノ I ミノのパターンが起点で3回分やってからサタンを使った後に J ミノを、ソフトドロップさせて X から T とちょっとね早すぎてね回数がちょっと追いつかなかったんですが、こんな感じで俺は自分は周回します。で今の 5.93 秒ですね。でこれも J ミノが来ているんで、このまま J ミノを垂直落下させて地形出現からの狙い撃ちと、でこれも大体5秒かかるんで 4.78 秒と、でこれでこれでどんどんねアイテムカードレベル10の、レベルのカードを集めて強いアイテムをね編成させていく感じなんですよね。でこれもホールドさせてエルミノをこっちに右向きに置いてから X のスキルを使った後に高速でもう T のスキルをねバババババンって連打させると最速でクリアすることができるんでね。でここで一つだけ注意点なんですけど、この X のスキルを使った瞬間にちょっとじゃあ試してみますか。このティーミノが来てるんで、まあ、最速でできるんですけど、X のスキルを使った瞬間にここホールドしてしまうと、ラインが消去されないんで、このホールドをするかしないかだけは本当に要注意ですね。この絶対ホールドをしないでください。ホールドしてしまうとちょっとパーフェクトクリアが取れなくなって、まあ、リトライすればすぐやり直すことができるんで、まあ、大したね、時間のロスにはならないんですけど、こうなるとやっぱりね、ちょっとね、時間とはいえロスになってしまうんで、そこだけ、お気をつけてください。で、今のパターンは、Z ミノと大ミノだったかな。なんで、2回分ハードロープさせて、サタンのスキルを使ってから、XT と。このパターンですね。この2つのパターンを本当に覚えるだけで、もう初心者の方でもね、もうどなたでも、最速で周回することができるんで、ね、本当に皆さん、これをね、ぜひぜひやってみてください。いや本当にちょっとね、どんなミノでもできるの、本当に 100% なのっていうね、ちょっとね、疑問符をね、生じる方もね、いらっしゃる方もいるかもしれないんで、ちょっとね、あとまあ大体20回、30回ぐらい周回していきますか。で、このパターンも2回分置いて、サタンを使ってから、キーミノをね、右向きに置いて、X のスキルからキーのスキルと。これで最速周回です。まあ、ここからちょっとじゃあ最速で、もう20回、30回ぐらい周回していきますね。もうね、理解したよって方はね、飛ばしてください。で、エルミノ。あ、こちらパターンでもいいんですよね、エルミノの場合は。エルミノの場合は、その縦のパターンでもできるんで、エルミノを、右向きのパターンでやる場合もいいですし、縦向きのパターンでやる場合も、どちらもこれは大丈夫です。で、このパターンは、Z ミノ、I ミノ、S ミノなんで、これで、パターンを使ってからホールドして、T ミノをね、右向きにさせてから、X のスキルから T のスキルと。こんな感じですね。これをひたすら周回していきます。楽しかったよ。いやこれがね本当にねマジで自分でね自分の中でね本当におすすめのね周回方法となっているんでね、この6の8をねこのやり方、このパーティーとこのやり方でね皆さんやってみてください。どんどんもうこれをねもう自分はねひたすら裏でねこういう作業をねしましたね本当に早くできるんで言うて楽なんですよね、これね。もうだってもう
大体5秒で終わりますからね。でサタンを使う場合でも、もうどんなに長引いても8秒はかかんないんで、基本的には。だからもう T ミノのパターンなんです。最速ですね。X のスキルと T のスキルを使って、右向きに置いて、このアテンダと。で、ここで絶対にホールドしないようにして、5秒。まああとでは大体そうっすね、20回ぐらいやってみますか。念のためちょっと20回ぐらいやってみますね。味はちょっとカットはしないんで、カットはせずにこのままねプレイをしていくんで心配しないでください。味もねちょうどねまだまだね源泉が完璧にできてるわけじゃないんで、まあ、ちょっとこれね動画撮りながらやってますけど、ちょっとね、動画撮りながらね、いい装備が来たら、その装備に切り替えていこうかなと思ってますんで、ね、これで強い装備を集めることによって、スキルバトルでね、かなりね、ガチガチにね、競技的にプレイすることが可能なんでね、皆さんぜひやってみてください。で、これも X から T のスキルと、で、これで5秒かかるずに 4.41 秒、早いですね。めちゃくちゃに早い。で、必ずリトライと。ここでね、次に進むね、押してしまうとね、またね、このミッションが来るまでね、ステージセレクトをね、連発しなきゃいけないんで、ここで絶対に、リトライをすることにしてください。でね、前までね、セガの規約上ね、7勝以上の、この画面をね、見せることはできなかったんですけど、セガの規約がね、ちょっと変更されて、6勝以上の、この、なんていうんだ、画面を見せることはできるので、これはあくまでその6の8なんで、その規約上の心配は問題ないです。楽しかったよ。で、どんどん周回していきましょう。で、これも、エルミノのパターンなんで、まあ、立ててもいいですし、寝かせてもいいですね。寝かせて、X から T と。こんな感じで最速で、まあ、せっかくなんで、じゃあちょっと自分が、結構アイテム、割と集まってた状態だったんで、確かアイテム数が60ぐらい集まってる状態だったんで、せっかくなんでアイテムがマックスになるまで周回していきますか、これ。さあ、これで最速と。5秒かかりませんね、本当に早い場合は。で、今がね、立派な鎌。立派な鎌っていうアイテムをゲットして、レベル10のめちゃくちゃ強いアイテムですね。で、これもホールドしてエルミノから地形出現させて狙い撃ちと。これで最速 5.55 ですね。ちょっとね、この画面ね、この周回してね、動画っていうのはね、なかなかちょっとシュールではあるんですけどね、おいおら、もう本当にね、もう完璧に理解したって方はね、飛ばしてください。で、最後にね、どのアイテムを、集めればいいというか、装備すればいいのかね、解説もしていきますんで。いい、もう分かった方はね、ちょっとね、そこまで飛ばしてみてください。あくまでね、このレベル、カードレベルがプラス1っていうアイテムも、レベル10のアイテムとレベル9のアイテムが、その2パターンかな。レベル8のアイテムもあったかな。いや、8はないか。レベル9のアイテムとレベル10のアイテムが集まる時があるんで、あくまでもレベル9のアイテムはもう全部捨てて、レベル10のアイテムをね、全部装備させるのがおすすめなんで、あ、ちょっとね、それも後で解説していこうかなと思います。で、このパターンは3回分ハードロックさせて、パターンを使ってから、ジェームの垂直落下で X から P と。いや、これね、慣れればね、本当にね、もうね、もう無意識にできますね。もう、自分はもうめちゃくちゃやったんで、もう本当に、もう脊髄でできますね、これね。もう、ネクスト一瞬見た瞬間にもうできるんで。で、これもジェームの垂直落下から、最速で 4.23 は早いな。4.23 はかなり早いですね。でもう一回リートライト。いやでもこれどうだろうな、あんまり長くなりすぎるのも良くないですかね。まあせっかくなんでね、ちょっとね自分のアイテムがマックスになるまで見せていきたいんで、ちょっとね本当に飽きてしまったって方はね飛ばしてみてください。アイテムがマックスになった時は右下にアイテムがマックスになったんで上書きされましたみたいなね表示が出るんで、ちょっとその表示が出るまで自分は周回していきますね。で、このパターンも最速で X と T のスキルを使って 5.51 秒と。ありがとう。楽しい。まあ、言うてな、俺もな、まだな、欲しいアイテムがあるからな。まだね、欲しいアイテムがあるんで、ちょっとがっつりね、この作業でちょっと厳選を繰り返してるんですよね。で、4.71 秒と、本当に早い、これ。いや、マジで早いですね。で、Z ミノ。次に T ミノが来てるんで、この場合はホールドして、T ミノを右向きにさせてから、X のスキルプラス、T ミノのスキルと。いや、本
どんなミノが来ても 100% ね、パーフェクトクリアが取れる、かつもう初心者の方でもどなたでもできますからね。もう何回も言いますけど、大事なことなんでね、もう何回も言いますけどね、これマジで本当におすすめですね。これならどうだ、ね、これで確定でパーフェクトクリアと。ただね、そのハードドロップ押すだけですからね、あのサタンのスキルを使うパターンでも、サタンのスキルが使うパターンでもハードドロップを押してからね、あのさっきの3パターンをやればいいだけなんで、このキーミノだったらこの右向き、エルミノだったらエルミノでも右向き、ジェイミノでもジェイミノだったら左向きか。これただ単に覚えればいいだけですからね。で、これも T ミノがあるんで右向きで、右向きでやっていきましょう。で、このまま X から T とね、これひたすらやるだけです。少しはやるな。ありがとう。で、どんどんカードを集めてって、カードのマックスの上限がダウンロード版だと確か105だったかな。105まで集められるんで、だいたい1試合が、まあ、5秒換算だとしたら、そうですね、10秒ぐらいで、まあ、2試合終わるんで、ただね、まあ、ここのリトライとか、この勝利ポーズとかね、あの画面を含めると、まあ、どのぐらいなのかな。15秒ぐらいですかね。どんなに長引いても15秒以内には、1回分クリアすることができるんで、相当早いですね。で、今も、カードレベル10の天空の槍、天空の槍を、獲得することに成功したと。で、この場合は T ミノでホールドして、X と T ですね。10秒かかってないかな。これで 4.83 でしょ。4.83 で高速でリトライしてるから。でもこのミッションの表示する画面を含めるとやっぱり15秒ぐらいか。15秒以内には1回分ね、これ周回することができるんで、どんなに長引いても。いや、本当にめちゃくちゃ早いですね。で、どんどんクリアして、アイテムカードレベルプラス1、プラス1のにね、何々ダメージを与える。このね、ミッション皆さんお忘れなくね。これが本当に最速でクリアするミッションにおいて最適なミッションなんです。このミッションが来た時に、このね、キャラクターの編成かつ、このパーフェクトクリア、100% 確定パーフェクトクリアで周回してください。で、そろそろかな？そろそろじゃないかな？まだもうちょいかな？右下にカードのね、アイテムがマックスになりました。マックスになったんで、古いのがね、上書きされましたという表示が出るんですが、ちょっとその表示が出るまで周回していきましょう。ありがとう。まだですね。楽しかったよ。どんどん見せていきましょうか。ちょうどね、俺もね、本当にまだ欲しいアイテムがあるからね。で、キーミノを垂直落下させて、X からフィート。いや、本当に早いな、楽だな、これ。マジで楽だわ。あ、今出ましたね。楽しかったよ。ちょっと見えない方もいたかもしれないんで、ちょっともう一回やってみますね。で、ジェイミノで。ジェイミノでこれはホールドさせて、垂直落下からの X&T と。これならどうだ？で、これで576で、この右下に、そうね、この古いカードを上書きしましたみたいな、この表示が出るんで、この表示が出た場合の時は、もうその、お気に入りに、カードをお気に入りに設定されてないと、自動的にあのカードを上書きされてしまうんで、ここもちょっと要注意な点ですね。で、最後に、今ちょっとカードのレベルがマックスになったんで、ちょっとチーム編成から見てみましょう。で、自分の使ってるチームは、まあ、この、ね、まあ、対して攻撃力1700ほどなんで、ね、言うほど攻撃力は高くないにもかかわらず、あの、一撃で、ね、余裕で倒すことができますんで、もう本当におすすめですね。で、ちょっとカード見ていきましょう。今集めたカード。これぐらいのカードになりますね。自分が今、設定してるのが、この、立派な鎌。立派な鎌の、この3つのアイテムと、この天空の槍ですね。あ、じゃない、英雄の槍か。英雄の槍をちょっとね、あの、お気に入りに設定させているんで、この黒いマークがね、表示されているんですが、お気に入りというか、これ使ってるアイテムか。使ってるアイテムだから、この黒マークにね、出ているんですけど、今集めたカードはこっからっすね。こっから、レベル、立派な鎌、レベル10、味わい頭持ち、レベル10、立派な鎌、レベル10。で、基本的にこのレベル10のアイテムプラス、星付きのアイテムを、残しておくのがいいです。まあ、自分もね、この立派な鎌で、かつ星付き、のアイテムプラススキルとかもまああったりはするんですけど、まあそこはちょっとね割愛していきます。正直ねスキルとかはまあ誤差ではあるんで、このレベル10の英雄の槍プラスこの星付きのアイテムですね。でこの星付きのアイテムが何を意味してるかって言いますと、この
編成するときにボーナスが加わるんですよね。例えば、そうですね。今右下に書いてある星プラス30って映ってるじゃないですか。あれが、この星のついてない、アイテムとかのやつに全部変えますと、これどん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 ボーナスが減っていくんですよね。ボーナスがどん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 減っていくんですが、先ほどのね、この、星付きをやることによって、2つの星付きで、ステータスがプラス10。で、3つの星付きアイテムで、ステータスがプラス20。で、4つ分の星付きアイテムを装備させることによって、ステータスがプラス30の、その増加が加わりますんで、これね、この2つ装備、1つも装備されてないときは、この通りね、なんつうんだ、星のプラス10って表示されてないんですけど、2つ分の星付きのアイテムを表示させる、つけることによって、このね、星マークプラス10って表示されてるじゃないですか。これは、ステータスの、ボーナスが加わって、で、3つ分の、この星付きのアイテムをつけると、プラス20。で、4つ分の星付きのアイテムをつけると、プラス30。こんな感じに、ボーナスが加わってきますんで、これね、星付きのアイテムプラス、アイテムレベルプラス10を装備させるのが一番最強のアイテム構成となります。なんで、まあ、今ね、結構ね、アイテム集めたんですけど、例えば、この立派な鎌はまあレベル10とかで、まあ、星付きで、星ついてないから、これも全部捨てちゃっていいかな。本当にガチを求める人はね、本当にガチを求める人なら、まあ、こうレベル10のアイテムとかも全部捨てちゃっていいんですけど、まあ、ある程度戦いたい人とかだったら、まあ、星10のね、アイテムを装備させるぐらいでも全然戦いますんで、そうですね、こういうのですね、今集めた中で、立派な鎌で、かつ、レベル10、星レベル、星がついてて、かつレベル10、これがね、最強ですね。で、これもそうです。英雄の槍、レベル10、プラス、星付きのアイテムついてるんで、で、これも、取っておきたいやつですかね、どちらかといえば。ただ、そこに加えて、この装備のスキルっていうのもあるんですよね。例えば、まあ、自分が今これ、ガチの編成で使ってるアイテムなんですけど、この攻撃防御回復、プラス83。これプラス1秒あたり HP2.1 回復。いや、これがね、本当に強くて、基本的にね、ここまででもね、厳選するとちょっと大変なんで、ここまで皆さんしなくていいと思うんですけど、本当に競技的にもうガチガチでプレイしたい人は、ここまで厳選することをお勧めします。ま、それがね、どういう辛さかっていうとね、この星付きのアイテムプラス、レベル10のアイテム&星付きのアイテムプラス、この攻撃防御回復、何々プラスに、加えて1秒あたり HP 何々回復みたいなね、こういうなんつうんでしょう、このテトリスと、まあ、ぷよぷよにもよるんですけど、こういうね、細かいねスキルが、まあ、2つ全部ついてるんですよ。全部ついてるんですけど、これがね、これが自分の欲しいやつ全てを求めた結果ね、自分ね、結構時間かかったんでね、結構ね、もう相当時間かかったんでね、もうここまでやるのは正直おすすめしないです。もうね、星付きのアイテム10プラスだけでも めちゃくちゃ強いんで、ここまでやるのはね、ちょっとね、まあ、こう言っちゃなんですけど、結構ね、周回の闇の深さがあるんで、ここら辺はね、ちょっとね、皆さんはやんないことをおすすめします。まあ、設置時プラス 1.1 回復プラス攻撃防御回復82とかね、これ全部これ設定してるのね、本当にね、俺時間かかったんでね、これね、これじゃないな、これをこっちだな。あ、ここまでは本当にちょっとね、やんなくていいんですが、このまあレベル9のアイテムとかは全部本当にね、捨てちゃっていいんで、プラスボタンでこのレベル9のアイテムはこうで、これはレベル10だから、レベル9のアイテムはもう全部、こう捨てていきます。でも、なんならレベル10のアイテムも星付きじゃない場合は、もう自分はもう全部捨ててるんで、こんな感じに、立派な鎌はレベル10のね、星付きのアイテムだから残しておいて、あとはもうこんな感じに全部捨てますね。で、これもレベル10の英雄の槍で、星マークがついてるんで、これだけ残しておくって感じで、まあ、正直言うとね、もうこれもね、ぷよぷよ3連鎖ダブル、ダメージアップとか、テトリス T スピンダブルダメージアップとかなんで、まあこういうのもね、正直自分の場合は捨てるんですけど、普通の人はこれ残しておいた方がいいです。十分強いんで。で、これももう全部、こんな感じに捨てて、
で、さっきのね、また周回に欲しいのが来るまでまた周回してね、やってるって感じなんですよね。これも全部捨てていきましょう。これもね、レベル星ついてますけど、これレベル9なんでまとめて捨てるともう本当にね、これね、大変な作業なんですよね。言うて、まあ、そんなにガチガチに厳選しなければレベル10のね、星付きのアイテムだけで十分なんでね、何回も言いますが、ここら辺のアイテムを皆さんね、集めるだけなら本当に簡単に集められますんでね、皆さんはこんな感じに、最速のね、レベル上げと最速のアイテム集めプラスこの星付きのね、意味合いだとか、この攻撃防御回復プラス何とか、まあ、いろんなね、このスキルがありますんでね、その自分に合ったね、編成を、編成の装備を集めてね、自分個性の、最強のね、パーティーを編成してみてください。というわけでね、もうかなりね、長くなってしまったんですがね、スキルバトル講座こんなところで終わっていこうかなと思います。いや本当にね、本当にガチガチに厳選しなければかなり楽にね、アイテムを集めることは可能なんでね、皆さんぜひね、スキルバトル本当にめちゃくちゃ面白いルールなんで、ぜひぜひプレイしてみてください。というわけで、スキルバトル講座こんなところで終わっていこうかなと思います。皆さんね、長い間、ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。